石田三成。豊臣秀吉に生涯仕え、徳川家康と関ヶ原の戦いを繰り広げ敗れた人物です。彼はなぜ家康と戦わなければいけなかったのか、その生涯を漫画で振り返りながら紹介していこうと思います。1560年、石田三成は近江、現在の滋賀県で生まれます。牡蠣食べ過ぎたらお腹に悪いよ、ほどほどにしなさいね。はーい、シャクシャク。幼い頃、三成は寺に預けられていました。そこで運命の出会いを果たします。すまんが、茶を一杯くれるかな。羽柴秀吉との思いがけない出会い。なかなかに賢い坊主じゃな。どうじゃ、わしについてこないか。はい。この出会いがきっかけで三成は秀吉に仕えることになります。1582年6月21日、天正10年6月2日本能寺の変、織田信長が明智光秀に討たれます。あの信長様が討たれた。これから世の中はどうなっていくんだ。安心せえ三成、天下はこのわしが握る。お前はわしについてくればよい。秀吉様、私はこの人についていこう。一生涯ついていこう。秀吉は明智光秀を討ち、天下人への礎を築きます。山崎の戦い。秀吉が地位を固めていくにつれ、三成も頭角を現していきます。私が秀吉様を支えるのだ。1583年、秀吉は柴田勝家と衝突、賤ヶ岳の戦い。うがー、三成はこの戦いで一番槍の功績を挙げます。秀吉様を支えるのが私の仕事だ。ガック、クソ、あの猿めが。秀吉は勝家に勝利、天下人へ大きく歩を進めます。そしてついに秀吉が天下統一を成し遂げます。三成よ、これからも力を貸してくれ。はい。全国を平定した秀吉でしたが、甥の豊臣秀次が自害したあたりから迷走を始めます。秀次の家族をことごとく処刑。秀次を擁護した前の長安に自害を強要。サンフェリペ号事件。秀吉様。そして二度にわたる朝鮮出兵。文禄の役、慶長の役。負担を強いられた諸大名の不満は高まっていました。石田三成は軍の規律を守るため、命令違反や軍規違反を厳しく取り締まり、逐一秀吉に報告していました。秀吉様。ほう。三成の報告により、加藤清正、黒田長政、そして小早川秀明が処罰されることになります。お待ちください、秀吉様。我らは違反などしていません。わしは三成の言葉を信じる。三成め。この出来事が三成の運命を左右することになります。1598年、豊臣秀吉がこの世を去ります。秀吉様、私はこれからどうすればいいのですか。秀吉様、これからはわしらが豊臣家を支えていかんとな。のう、石田殿。徳川殿。秀吉が亡くなった後、徳川家康はより一層権力を強めていました。徳川家康、この男は必ず豊臣家の脅威になる。秀吉様、申し訳ありません。しかしこれも豊臣家を守るため、どうかお許しください。三成は秀吉の徒党を組んではならないという異名を破って家康を排除しようとします。家康を潰す、
潰さなくては豊臣家が潰される。家康と三成の対立は武力衝突寸前のところまで深刻化。そんな中、加藤清正、黒田長政ら7人が三成を襲撃。三成はどこだ？秀吉様の威名を破ってどういうつもりだ、あの野郎。三成は命からがら難を逃れます。どこじゃ三成、出てこい。しかし、石田殿、そなたには退いてもらう。家康により御奉行を解任されてしまいます。こうして三成は政治の表舞台から姿を消しました。ところが三成は打倒家康を諦めてはいませんでした。私たちで家康を討つぞ義継。考えを改めよ三成、勝機などないぞ。奴らは必ず豊臣家を滅ぼす。豊臣家を守るためには家康を討つしかないのだ。三成と親交のあった直江兼続は家康を盛大に皮肉った手紙直江状を送りつけます。はぁ、この挑発に乗る形で家康は会津征伐に出陣。出陣じゃ、出陣。うがー、家康様、一度落ち着いた方が。家康が留守となった隙をついて三成が挙兵。家康に宣戦布告します。今こそ好機、徳川を叩く。1600年、三成挙兵の知らせを聞いた徳川軍は引き返し、関ヶ原で石田三成と衝突。こうして天下分け目の大戦の火蓋が切られました。関ヶ原の戦い。三成は各地の大名に協力を要請。その甲斐あって三成が率いる西軍は10万人にも膨れ上がっていました。対する家康の東軍は8万人。西軍東軍ともに兵力には諸説あり、三成は数的優位を確保していました。戦局は数で勝る西軍が優勢。これで豊臣家を守れる、守れるぞ。しかし、小早川秀秋が東軍に寝返りました。何？三成、貴様にはついてはいけん。小早川秀秋の裏切り、これを機に裏切りが相次ぎます。三成によって半ば強引に集められた兵たちの結束はもろく、西軍は崩壊していきます。天下分け目の大戦はわずか1日で勝敗が決しました。三成は捕まり、六条河原で斬首されることになります。喉が渇いた。ほら、柿だ、食え。最後の飯になるだろう、味わって食え。柿はいらない、柿は腹に悪いからな。はっ、これから首を落とされる輩が何を言う。最後の瞬間まで何があるかわからないからな。石田三成は六条河原でその命を落とします。享年41歳。石田三成は最後の時まで打倒家康を諦めていませんでした。すべては秀吉のため、豊臣家のためでした。三成は長い間、出世のために他人を陥れる器の小さい野心家として語られてきました。しかし近代以降、忠義を貫く偽証と再評価されています。今日の名言、義を捨て人を欺きて裏切った者は武将の恥辱、末の世まで嘲笑されるだろう。次回、嫌われ者だけど泣ける、石田三成エピソード5選、お楽しみに。ご視聴ありがとうございました。この動画が良いと思ったらグッドボタン、チャンネル登録をお願いいたします。次回も見ていただけると嬉しいです。またね。